こんにちは、河合さよこです。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はなぜ指弓をやるのかについてのお話をしますね。指弓というのはこのような動きのことを言います。私の本の中では指弓運動といってご紹介をしております。指弓は小指と親指が曲がることによってこのように上下に弓を動かして、そして小指に弓全体の重さが乗るように訓練をします。これを実際どう使うかというと、弓の返しで使います。曲げて段を引きます。アップの時は伸ばします。この形、この手の形というのは鉄の掟なんです。指弓をほぼ使わないで音階を弾いてみるとこうなります。指弓を使ってみます。わかるでしょうか。この弓の端っこの方で音に粘りが出るんですね。で、指弓を使わないで、例えば指弓をやったというような形で、例えばこれぐらい曲がるとしましょう。見た形だと、これでも見せかけの指弓なのでほとんどやってないのと変わりないですよね。で、なぜ指弓をやるかっていうと、この小指のこの柔軟性なんですが、弓の返しで音に粘りが出るからなんです。で、さらにはいろんなテクニック、例えば A 線からゲーセンに行くときにこのようにクッションになったり、指弓を使うことによっていろいろな音色の幅も広がるし、テクニックにもなるんですね。さらにはリコシェで使ったりすることもできます。基礎の木、基本の木としてこの指弓ができるようにすることですね。まずこの動き、この動きですね、ができるようにして、そしてさらに音階でやるんです。この時に確かにね、指弓をやらなくても音は出るし、一応音階は弾けるんですよ。だけれどもあえてここで指弓を使って練習をしないと曲で使えるようにはならないです。何がしたいかって、曲を美しくうまく弾きたいわけですよね。最終的な結果として曲を美しく弾きたいわけです。なので普段の練習でこの指弓を、私の本では30回やりましょうって書いてありますね。で、そして前級で体重移動も組み合わせて上げる、伸ばすっていう訓練をわざわざ必ず毎日やるんです。そのために私の本の巻末には毎日の基礎練習の中に指弓というものを組み込んでるんですね。で、ここをスキップしてやらないで指弓がうまくいかないっていうことをおっしゃる方が結構いるんですね。そうじゃなくって、日々の練習貯金を貯めるのが大事なんですよ。そして曲を弾くときにバッと使うんですね。なので、この指弓っていうのは見せかけじゃなく、音に粘りが出るように、ただ曲げるんじゃなくて、曲げてるだけでスカスカな人もよくいるんですよ。ではなくて、この音が鳴ってる感の中に手を曲げた感覚ですね。で、そしてアップではスーッと持ってくるっていうことが大事になってくると思います。私は本の中では指弓ができないと何もできないっていうことを書こうか迷って結局削除しました。確かに指弓あんまり使わなくても弾くことは確かにできるんですよ。できるんですけれども、そこをあえて指弓を使うように練習してほしいなと思います。今日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。